いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はファミリーマートサンロードシティ店よりお届けいたします。本日1月12日火曜日ですよね。火曜日と言いますとファミリーマートでは新商品が発売されます。それでは今週1月12日から18日の週に発売される新商品55品のうちですね、いくつかご紹介していこうと思います。まずはこちら。ファミチキパンツタルタルソースです。こちらですね、パンツになりまして、この中にですね、ファミチキを挟んで食べるんですよね。もちろんファミチキ以外にもですね、ファミコロなど挟んでいただいてもよろしいですよ。ということで、今回はですね、こちら、ファミチキ挟んで食べようかなって思ったんですけど、それじゃね、ちょっと面白くないんで、こちらのファミチキにですね、こちらの梅もですね、ちょっと挟んで食べてみようと思います。こちらのパンツにはですね、タルタルソースが入っておりますよ。それでですね、ファミチキを乗せまして、この上にですね、こちらの紀州南高梅ですね、こちらのですね、ちょっと種を取って乗せますね。はい、梅干し乗せました。それでは挟みまして、それではいただきたいと思います。いただきます。ちょっと私梅の酸味が好きなんでね、今回梅干し乗せてみましたけども、この梅の酸味がですね、ファミチキをさっぱりさせてくれましていいですね。これにですね、あのお母さん食堂で岩下の新生姜出ておりますけども、その新生姜挟んでもいいかもしれませんね。今回ちょっと売り切れるみたいでなかったんでですね、梅干し挟んでみたんですけど、これまたいいですね。こういう感じでですね、自分オリジナルのファミチキバーガー作ることができますよ。またファミチキと言いますととってもジューシーですよね。またこのジューシーさがですね、運転しながら食べますとその油がですねちょっと落ちまして、服に落ちたりして、またこれだとちょっと嫌なんですけど、このパンツに挟んで食べますとその油をですね、このパンが吸ってくれますので、より一層食べやすくなりますね。続きましてこちら、照り焼きレタスバーガーです。バーガーと言いますと普通お肉ですよね。こちらはですね、お肉ではなく大豆ミート、あの大豆を使ってるんですよね。だからですね、お肉は一切使ってございませんよ。香りはですね、本当照り焼きバーガーですね。それではいただきます。これですね、食べただけじゃ大豆ミートだっていうのわかんないですね。これ普通の照り焼きバーガーみたいな感じですね。食感がですね、ほんと普通のお肉を使った照り焼きバーガーと同じでして、また匂いですね、大豆特有の匂いとかあるのかなと思ったんですけども、そういうのも一切なくてですね、これ普通に出されますとお肉を使った照り焼きバーガーじゃないかなっていうくらいですね、もうほんと大豆だっていうのがわかんないですね。もうほんとあのお肉のバーガーみたいで、めっちゃ不思議っていうかすごいですね、これ。続きましてこちら、プリッとエビ肉まんです。こちらエビが入った肉まんだそうですよ。それでは早速いただきますね。エビのプリッとした食感もいいですし、またですね、噛んだらですね、あのエビの香りが広がるんですよね。これまた本当いいですね。あのエビの細切れが入ってるんかなと思ったんですけど、あの小さめのエビがですね、丸ごと1匹そのままの形で入ってるんですよね。そのエビが何匹か入ってるみたいですよ。もうこの本当食感といい、香りといい、味といいですね。本当肉まんにマッチしてますね。エビがですね5匹ぐらい入ってまして、もう食べ応えがとってでもありますよ。続きましてこちら、いちごのふわふわシフォンサンドです。踏みたからにもふわふわしておりますよね。それではいただきます。もうシフォンっていうだけでございまして、ほんと生地がふわふわしておりました。またこの生クリームがですね、甘すぎず、このいちごの酸味ととっても相性いいですね。またいちごのショートケーキをかぶりついて食べてるっていうような感じですね。これいいですよ。
もうほんとこの生クリームがですね、甘すぎなくてちょうどいい甘さですね。とってもいいですね。もう本当何度も言いますけども、いちごのショートケーキにかぶりついて食べてるような感覚ですね。おすすめですよ。はい、ということで今週発売の新商品の中からですね、いくつかご紹介いたしました。今週はですね、あのファミチキパンツですね。ファミチキ挟んでもいいですけども、ファミコロ挟んでもいいですし、またですね、そこにお野菜やですね、私がしましたように梅干し入れたりですね、あと新生姜挟んだりですね、オリジナルのですね、ファミチキパンが作ることもできますね。いろいろとですね、試しまして、自分に合いましたファミチキパンが探すのも面白いかもしれませんよ。ぜひですね、お近くのファミリーマートでお買い求めの上お試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ、ほらチャンネル登録しなっせ。